いよいよ我らの真価が問われる時が来た。日本帝国軍の一員として誇りを持って戦ってくれることと信ずる。この硫黄島は日本における最重要拠点だ。もしこの島が敵の手に渡れば、ここは爆撃の拠点となり、敵はこの地から本土へと攻撃せしめんとする。本土のため、祖国のため、我々は最後の一兵になろうと、この島で記憶にとどめることが始める。この者、10人の敵を倒すまで死ぬことは禁じる。生きて再び祖国の地を踏めることなき者と覚悟せよ。世は常に初心の先頭にある。